どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。今回はブランチマイニングを行おうと思います。ということでまずは Y 座標11の高さまで階段掘りをしていきます。してきました。そしたらここを少し拡張してブランチマイニング用の拠点にしましょう。お、ダイヤモンド。5個の塊でした。これで一応初期投資分のダイヤは確保できましたね。それでは早速。掘り抜きました。広さは 9×9 にしてみました。次は左右に坑道を掘ります。この坑道がブランチマイニングのメイン坑道になります。そしたらいよいよブランチマイニングを開始します。 128m 掘り進んだら折り返し、メイン坑道の方に掘り進めるという感じで進めていこうと思います。こちらは言葉で説明するより実際に見てもらった方がわかりやすいと思うので、その都度説明をさせていただきます。お、ダイヤ。6個でした。死ぬと。お、いくつかアイテムが残ってましたね。てっきり全部燃え尽きたかと思いましたが、鉄つるはしが残らなかったのが辛いですね。危ないのでここは封印しておきましょう。128m、掘り切りました。そしたらここからメイン坑道の伸びている方に曲がって 4m 掘ります。そしたらここに松明を設置。さらに 4m 掘っておきます。こうすることで次回から掘り進んだ距離を気にすることなくブランチマイニングができるようになるので作業がぐんと楽になります。赤石がありました。まあ石のツルハシじゃ掘れないから今はスルー安定ですね。無事掘り切れました。まあ一度死にましたけどね。かまどを作って設置しておきましょう。鉄を焼いて、先ほど取り損ねていた鉱石を掘りに向かいます。この後、メインの坑道を 128m 掘っておきました。鉄のつるはしだったので結構時間かかりました。ここを掘り切ったら次は反対側。そこも掘り終わったら入り口正面を掘り進め、掘り進めた先で再度左右に坑道を伸ばしていく予定です。これである程度長期的に掘れるブランチマイニング場になりました。それでは、今回はここまでになります。ご視聴、ありがとうございました。